夏の全国大会を目前に控えた先月17日、佐伯高校の女子硬式野球部も3年生最後の夏に向け練習に熱が入っていました。最初ランナー1塁からスタートするので隙を見て3塁に。その練習に加わっていたのはなんと中学3年生の女の子です。この日佐伯高校で開かれていたのは今年度受験を控えた中学生のためのオープンスクール。女子硬式野球部での練習体験には県内だけでなく愛知や山口など様々な地域から参加者が集まりました。もう勝負のオープンスクールですよね。本当に市も行政も民間企業もたくさんの地域の方が支援してくださって今日を迎えたので、なんとか来年度の生徒数に結びつけたいなと思います。監督の並々ならぬ決意、実はこのオープンスクールにかかっていたのは高校の存続でした。廿日市市の山間部にある県立佐伯高校。県の方針で生徒数が2年連続で80人を下回ると正常な学校生活が難しいとして統廃合の対象となります。そこで2015年に全国でも珍しい公立高校の女子硬式野球部が誕生しました。強豪校に行くには少し自信がない、でも野球が好きで野球をやりたいという子たちが佐伯高校なら自分でも野球が続けられるんじゃないかというふうに思って佐伯高校を選んでくれたという子が多いですね。地元で野球が続けられない女の子の受け皿に、さらに県外からも入部希望者が集まったため、これまで統廃合の危機を乗り切る一助になってきたといいます。しかし今年度は今日もしかしたら地元からっていう子もいるかなと思ったんだけども、やっぱり3人でした。新入部員はわずか3人、全校生徒数も76人となり、再び高校存続の危機に立たされてしまいました。県内で起きているある変化が影響していると考えられます。5月、県内の高校同士の練習試合が初めて行われました。県内で佐伯高校にしかなかった女子硬式野球部が山陽高校にできたことから実現したのです。今県内では私立高校の女子野球部創部の動きが加速していて、来年度以降山陽高校の他にも誕生する見込みです。そのため入部希望者が県内で分散してしまい集まりにくくなっているといいます。そこで犬塚監督が始めたのは公立高校としての強みを強調し私立高校との差別化を図る戦略です。その一つが公立高校ならではの練習環境です。今年のオープンスクールでその戦略について説明がありました。毎日全面使えるグラウンドがある、これは佐伯高校ならではです。普通の私学は男子との共用、もしくは男子がメインで使ってサブグラウンドを女子が使う、これが普通です。多くの私立高校ではサッカー部などの他の運動部と共用になるため、女子野球部が学校に隣接するグラウンドを全面使えるのは全国を見ても佐伯高校だけだということです。娘と一緒に参加した久保田さん、オープンスクールのために山口県から訪れました。
うちの子供がまあやりたいことっていうのが、まあ、野球だったんで、まあ、それを応援できるような環境が整っているということで、こちらの方に今から見学とかっていうのも行くんですけど、まあ、ちゃんと見て決めたいと思います。そして見学に向かったのは高校から歩いてすぐの場所にある住宅です。これも差別化の一つとして強調する中山間地域としての特色です。お邪魔します。今から中島姉妹のお部屋をご紹介します。はい、お願いします。お願いします。佐伯高校の女子野球部では地元の住宅を間借りし下宿生活を送ることになります。料理とかお弁当を作ったりしてるところです。でここは共有のスペースでみんなが自由に使って、次1回お金1000円集めて、あの調味料とか洗剤とか買ったり。最近作ったご飯は？最近作った、私は最近作ってないです。自分は親、先週ぐらいに親が来たのでそのものをチンしてお弁当って感じ。なるほど。いっぱい持ってきてもらったね。私立高校の多くは寮生活になりますが、佐伯高校では下宿で集団生活。コミュニケーション力や自立性の成長を促すということです。バイバイ。先輩たちとの距離も近くてみんな仲良かったので、まあ、いいな。やっぱ寂しいですけど、まあ、それは一つの勉強として頑張っていってもらったらなと。すごい雰囲気も良さそうですし、あのルームメイトの方もすごいいい方ばかりなので特に心配はないです。そして私立高校と大きく変わること、それは経済面での負担です。佐伯高校を選んだ理由を3年生に話を聞くと、公立高校であと下宿生活で自分の身になるものが大きいかなと思ったので佐伯高校にしました。私立であったんですけどやっぱり公立高校がいいなと思ったので、やっぱりお金の面で、はい、楽だなっていうのがあります。私立高校に比べ学費が安いことに加え、練習に使う球やピッチングマシンにユニフォーム、さらにはグラウンドの黒土や照明などは地元の住民や企業から寄付されるものを使うため、部活動にかかる経済的負担も減ります。また佐伯高校のある廿日市市が女子野球タウンに認定されていることもあり、行政からの金銭面での支援も受けることもできます。野球部としても今年が勝負の年なので、できることは全てやって、もう今後おそらく私学をはじめどんどん野球、女子野球部は増えていくでしょうから、その中で公立高校として生き残っていくためには公立高校にしかない、佐伯高校にしかないものを売りにしていかないといけないので、そこは磨いていきたいと思います。来年度からは部費や遠征費にスポンサーからの寄付金や行政からの支援などを活用し、さらに経済的負担を減らす計画もあるということです。高校存続をかけ佐伯高校女子硬式野球部の挑戦は続きます。